ジェームズ・コンディア・ジョーンズは、アメリカ合衆国、テキサス州ダラス出身の元プロ野球選手。1982年のドラフト会議で、サンディエゴ・パドレスから一巡目で指名を受ける。1986年9月21日、メジャーデビュー戦にて1アンダカンプーの高投を見せ、技巧派投手として、主に先発投手で起用された。1988年10月24日に、 パッド・クレメンツ・ジャック・クラークとの2対3のトレードで、ランス・マッカラーズ、スタン・ジェファーソンと共にニューヨーク・ヤンキースに移籍。1991年3月19日には、ヒューストン・アストロズに移籍した。同年秋には、右肘の手術を受けて、リリーフへの転向が決まったが、翌1992年は先発として起用され、自身初の2桁勝利を挙げている。 1993年1月25日には、モントリオールエクスポズに移籍したが、夏には、右ひいちゆうり骨の除去手術を受けている。同年11月15日に年俸と契約金、合わせて60万ドルで、巨人と入団契約を結んだ。1994年はキャンプで、投球内容を評価され先発ローテーションに入ったが、5月4日の対横浜戦で、 ショートに内野安打を放った際に一塁で駒田徳弘と交錯し、左足首を剥離骨折した。その後2ヶ月間はリハビリに専念し、回復に合わせて走り込みなどのトレーニングを行っている。7月7日のイースタンリーグで登板して、好投を見せると、7月14日には一軍の対中日戦で先発し、7回を無失点に抑えて復帰戦で勝利を挙げた。 この試合を含めて8月23日の対、ヤクルト戦まで35イニングを投げ防御率 1.54? という安定した投球で5連勝を記録し、斉藤正樹、牧原博美、桑田真美の3本柱に次ぐ、先発の地位を確立している。同年の日本シリーズでは、第3戦に先発し、5回1、3を投げて6安打1失点でチームは延長戦の末に勝利している。 1995年は1軍で6試合に先発し、4月30日の横浜戦では来日初の関東を完封勝利で記録するが、6月に右肘地図を訴えて登録を抹消され、検査の結果、内側即副靭体損傷が判明した。その後は1軍に復帰することなく9月28日に戦力外通告を受け、そのまま現役を引退している。 2012年は当初サンディエゴパドレス、参加トリプル A 級通村で、投資コーチを務めていたが、パドレスのブルペンコーチであるザレルエーカーフェルズが、水臓ガにより亡くなったため、6月からシーズン、途中までその公認を任された。その後もパドレス参加球団での指導者の道を歩み、2013年から2018年までは、A 級サンアントニオミッションズ、2019年は、 AQ アマりロソットプードルズ2021年からは AQ フォートウェインティンキャップスで投手コーチを歴任しているカーブチェンジアップのほか鋭いスライダーやムービングファストボールなど多彩な変化球を駆使した長い腕をしならせるフォームから低めに請求し大崩れしにくいタイプだと言われたスタミナに不安があるため巨人では100球をメドに交代していたが5回までは 安心して試合を任せられると、コーチの堀内恒ねおは表している。非本塁打が少なく、1994年は9月10日の広島戦で、江藤里氏に打たれたのが唯一のホームランだった。投手ながら打撃が良く、メジャーでは通算に本塁打を放ち、日本でも28打数8安打という打撃記録を残した。ありがとうございます。